ああ、そっか、ベビーカーなんかでも、ベビーカーやっぱり耐え、自転車も問題なの。あのベビーカーでしょ、あのね、タイヤが小さいやつはね、曲がって挟まるんです。はいはい。つまりタイヤの後径の大きいのは挟まりにくいんです。最近の改善された車椅子は、うんうんうん、昨日の夜の10時頃にここであの車椅子の方の死亡事故が発生しましたね。ここにはそれとは別に、まあ、注意書きも書いてありますけれども、上りの列車に20メートルぐらい引きずられて、まあ、亡くなられたということで、これが上りの列車です。ここの戸踏切で事故があった。こちらは警報器と遮断器がある踏切ですが、運転手の話によりますと、車椅子が